りっちゃん、てっちゃん、エサエサヨチャンネル2017始まるよ。はーい、みなさんこんにちは。しょっちゃん、りっちゃん、てっちゃん、エサエサヨチャンネル、今日はそのままどうだ、多分全部違うよ。トマト違わない？白菜、イエロートマト、しょっちゃんとせっちゃんの違うでしょ。あ、わかった、フルーツトマトだ。じゃあママにこっち、こっち開けなさい。開けよう、開けよう、こっち開けなさい。卵のやり方違う。これね、なんだっけ、母と見つけたんだよ。あ、わかった。中身つぶつぶ粘土かね。つぶつぶ粘土。あれ誰と行った時買ったの？母と。さんだったかな。誰？え？美子さんだったか。やめて。あ、はい。ちょっと待って。軽い？開けれた？うん。どんな感じ？セロハンテープで綺麗に留めてある。でもその中をまた止めてある。あ、オッケー。あ、そんなに見られたくないのか。見られたくない。はい、紙が入ってるのは、あ、不思議なつぶつぶ。遊び終わったらケースにしまってね、だって。あったかいと柔らかくなります、気をつけて、だって。汚れてもいい服で遊んで、布につくと取れなくなる。でもつぶつぶ粘土しか書かれてないから、なんか遊びをちょうだい。あ、かわいい。え、中身ピンク？黄色。あ、わかった。私は多分赤だ。なんかすごいパサついてる。緑色のやつかと思う。緑色のトマトは絶対するよ。多分。なんかあれかな。ずっと。ちょうだい。はい。してあげる。ずっとさ、あの機械の中に入ってたのかな。なんで？パサついてる。ほら、パサパサ。できた。トマトさん、ねえ、おもちゃのさ、ねえ、おもちゃのさ、包丁ない？ない。あら。あ、じゃあ、誰でもいいから、ちょうだい。じゃあ、誰でもいいから。タンタラピン。おもちゃの包丁直してある。なんかすごいパサついてる。なんか、同じ色でした。出てこい、トマト。あ、トマトじゃん。パッサパサだね。やった、取れた。リアルだ。そうだ、じゃあ今からリアルだ。なんかこれ100円だったのね。うん。うん、100円だなって感じ。なんかパサついてて遊べる感じ。ね、これ意味ないんだけど、ケース意味ないんだけど、なんかねじってもなんか出てくる。これさ、前さ、パウダービーズの粘土買ったじゃん。あ、今だ。今からここは食べないといけないから。あ、分かった、これ多分作れるかも。発泡スチロール、ダークペンのベタしたボロイ。トマト。あ、ほとんどこれ削る意味がない。サザエさんのあれみたいね。え、タマたちが、そう、そうそうそう。あ、分かった。一回やってみるよ。中汚れてないから。マキちゃんですか？親方のところ。できてよ。せっ。パイパイ。来週もまた見てね。だいだいパイピーピーで。タンタラタン。わー！アイスクリームになったー。アイスクリーム。アイムデリタ。見て。デリタ。お風呂だね。タンタラタン。お風呂。あ、私も誰か使いたい。何も今何しか出てない。そこに入ってんの。
手術を始め、手術手術をすると、これせっちゃんが幼稚園で作ったやつ。幼稚園で作った桜餅、桜餅だったっていう。そのままもう遊んどいて、なんかこれはちょっと次は買わないやつだな。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ、グッドボタンもよろしくね。バイバイ。チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバイ。